やったー、ギガです。ね、今回はね、この今147なんで、こっからノーマルチ取っていこうと思います。今回はね、このウォールブレイカーデッキですね。で、ここの穴埋めなんですけど、ここは何でもいいかな。ウッドでもザップでも雪玉もあるって感じですね。自分は今は穴埋めが強いんで、で、このデッキ空に少し弱いんでね、コウモリが、体育が交わっちゃうとコウモリしかないんで、そこのケアの穴埋めですかね、自分としては。はい、いきまーす。意外と頭使うデッキですね。出しちゃうだけじゃなかなか。あとマジアちゃん使い方とかね、これ使ってると結構得意になってきたりしますね。で、とりあえずこの初手にウォールブレイクあったら、このこれ頭使わない、これ単純作業、とりあえず出す真ん中から。相手落ちてるね。うっそやん。おいしょ。なんかあれ、動揺作戦みたいな、油断狙い誘いつつみたいな感じなんですかね、知らんけど。あ、驚いてる。俺が初手早く動きすぎたのが悪い。まあいいや。ガゴムレとミニペー、なんだろうな、スパーキー、なるほど。あ、なるほどな。で、まあ、まだなんですけど、ここでマジャチとか出すのも、まあ、場合によっては悪いですね。今はしちゃダメです。なんかは、島に来る、つけてくると思うんで、コウモリ先に出しといて、マジャチも足しといて、これ一回ボムタワーに打たせていいかな。で、バルキリーでタゲ取って、何やってんねん。おいしょー、ウェイ入ります、一発入ります。何やってんのマジで、この一発でけえんだよ。ザップタルタラスケ、はい、出さない。ジャイスパヒーラー、このコウモリ1地区ぐらい入ってくんないかな。たまたま入ります、たまに入りますよね。よいしょ、入ります。ちょっとうるさいって言われるからね。スケセパして、で、これケツスパ来たら厄介ですねって来たね。まあ来るよな、そりゃ。で、ここは一旦マジアチャ出すかな。マジアチャ出して、とりあえずディガーを後ろから出しといてやることがないんでね。で、コウモリ出して、で、こっちバルキリ。あ、ちょっと待って、めちゃくちゃやった。うわ、めちゃくちゃやるかした、マジで頼む。あ、もう、ちょっと待って、やばい。すべてが噛み合わなかった。うわ、もう最悪なんだけど。スパーキー回復してるし。あ、やばくない、やばくない、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。Hey, Jones! Jones? おう。マイガー、うーわ、あー、いやー、今のはどうすればよかったかって言われると、まず防衛ディガーの位置ですね。左端から出しつればマジアチと一緒に巻き込まれることはないだろうと思ってたんですけど、全部持ってくれましたね。で、スケルトン出すタイミングがちょっと遅かった。なんで遅かったかっていうと、ウィザードが相手の川の向こう側の真ん中から出されたんですよ。それに対して、バルキリーやってからスケルトン出して、で、スケルトン先に出しちゃうと、多分ウィザードがパーンってやって、スパキドーンってなるだけなんで、まあ、バルキリー出してからすぐ出そうって思ったんすけど、ちょっと遅れて撃っちゃって、撃っちゃったねーや。で、それでなんかその後もいろいろめっちゃ出しまくったんですけど、結局またなんかマジアチャがタワーと一緒に巻き込まれて、始まってた。あ、これは知ってますよ、この人は。海外のプロプレイヤーの方ですね。
いいね、みんなモチベがあって。墓石ってことは、まあ、チエンスケラが考えられますね。チエンスケラって削れるとこないんで、こういうところでこまめに削っていくしかないんですよね、実は。ガチでこれはまあ美味しいかなと思ったんですけど、なんかスケルトンの湧き方がなんかバルキリーを避けながらみたいな感じになって、めっちゃ入りましたね。そんな入る？オーマイガー。で、ここ穴めっていいかな、このアイビズを消すために穴めって、で、あのナイトに対して、あー、いや、ここはできないな。まあ、じゃあちょっと出したかったんですけど、ちょっと微妙でしたね。もうコウモリだけ出して、うーん、まあ、同サイ、常に同サイド攻めになると絶対きつくなるんで、多分俺は逆サイド攻めを強いられる時が来るんですよ。まあ、それがしんどいですね、チェーンスケラとやってて。あ、ちょっと待って、結構守れてるめちゃくちゃ守りましたね今、すげえな、これ。あー、こんな感じでマジオチャ無視されちゃうんすよね。でもこのマジオチャ無視してくれたおかげで俺は逆サイドに展開することができる。あ、これ今相手ベビーとアイウィズ2枚とも切ったんで、こんな感じでトゥットゥットゥッ、どう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 、あ、これめっちゃいい、これめっちゃいい、これはめっちゃいい。ちょっと待って、バルキ出しようか。あー、スケラがさ、で今ロリババ使ったんで、とりあえず単体でボロボレカ突っ込ませていくんですけど、とりあえず真ん中からそれっぽいマジアチャを出しておいて、でディガーコウモリですね、これ後ろに嫌がらせの気持ちで、でこれバルキリーで若干延命しずつ行きたい、頼む、うわマジでやった、こいつマジでやばい。でここなんすけど、ちょっと気持ち狙いに行く。え、ちょっと待って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 、ウォールブレ、お、なんかめっちゃ入ってる。お、俺強くね、ジジ。いや、チェーンスクラー相性悪いと思いますよ、多分。ああ、元取ったね。食べ放題についてなんですけど、食べ放題でやっぱ元取ろうってなるじゃないですか。こんだけ払ったんだから元取ろうってなるんですけど、やっぱなんか、ある人から教わったんですよね。なんか元取ろうって考えたら、やっぱ、まあ、食べ過ぎて苦しくなったりとか、まあ、元は取れるかもしれないんですけど、その量分を体に入れることはできないんですけど、その苦しみは本当に幸せなんですって、そのお代分の幸せを埋められてんのみたいな。それ聞いて、確かにって思って、だったら食べ過ぎるんじゃなくて、自分が食べたい量を食べるっていうのが元、一番元が取れてるんじゃないかっていう。やばいでしょ、すごいね。まあだから、まあ無理はしすぎないでくださいっていう感じでラスト取っていくんですけど、ラストかわかんない、これが負けたらもう一戦になるんですけど、まあ負けねえわ。 6-4 って結構トロ高くね。あ、ちょっと待って、1マスミスったんですけど、ここで皆さんに知恵、ここにこの位置にスケルトンを出すというのが完封できます。ちょっと待って、バルキリーいるからわかんねえじゃんこれ。でここなんかさりげに、ちょっと狙いいきつつなんですけど、ちょっとやめてくんね、なんか。うわ、やなめ強くね、なんか。一応つるんすけど、怖っ。あ、うまい。ザップ使った後なんで、まあ、これが言うてだるいかなと。で、この後のこれですね。
プリンがこっち行ってないんで2発ともザンザンザンイエで、多分プリンに即やな飴でいいのかな。あー違う、ギャングルとか入ってた。アイテムデッキやばくね、なんか四大郊外に入りそうなレベル。水俣病とか、どうしよう。どうしよう、アイテムデッキがよくわかんない、呪文もよくわかんない、ザップっていうのはわかってるんですけど、それ以外まあプリン、ちょっと待って、これやばい、めちゃくちゃやばい。これなんでやばいかっていうと、俺がコウモリを出したとて、その瞬間に秒速ザップが飛んでくるんですよ。それされたら終わりなんで、あーやばいね。とりあえずウォールブレーカー出して、まあ、スケで釣りつつ、コウモリでザップ打ちそう、こいつ打たないで、オッケー、ガンガン無視。で結構使いすぎちゃったんで、一旦落ち着きましょうってな感じでクールダウンを取るんですけど、どうすかね。まあ多分プリンに嫌な目即打ちでいいかなって思うんですよね。まあでもその代わりにきついなコウモリなんですけど、まあコウモリに対してはこっちはしっかりマジアチャがいるんで、ちょっと待って、うまいうまい、うわー、お前丸太持ってたのかよ。終わった、ちょっとマジで終わったじゃん、もう最悪、え、めちゃくちゃ最悪、うわー、なんで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 、なんか違くね、ちょっとなあ、なんか違くね、うわあ、先行悔しいな、なんだろうな、まあスケの位置が悪かったっすね。俺ちょっと待って、丸太使ってたっけ、相手あれ初丸太ぐらいだった気がするんですけど、丸太使ってました、使ってたらごめんなさいなんですけど、ザップ切った後っていうか、まあそこは大丈夫かなって思ってたんですよ。ザップがあったとて、あの位置ならまあなんか変な、一番釣る位置じゃなくて中途半端な位置につけ置いたんで、だけどもそしたらなんか丸太来てバルキリー間に合わなくて、バルキリー間に合えば問題なかったんだよな。バルキリーはちょっと釣る位置じゃなくて、これもプロプレイヤーですね。とりあえずまあウォールブレイカーセパレートは変わんないね。ああそういう感じか。このぐらいかな。ちょうどね、なんだろう、相手のマスケが自陣に入るぐらい でなおかつタワーがねタゲを取る位置っていうのが今のベストポジでしたね。もうちょっと後ろからでもよかったね。これバルーンだ、俺知ってる。ここマジアチャ追加してあげて、でボムタワーも置いてくんですけど、まあ相手バルキリ切ったんで、ここをちょっと一旦攻める、よいしょ、したらこうなったんで、ここはまあディガーコウモリかな。あー嫌な雨か、もったいないな、じゃあもったいない、じゃあもったいない、他のカードだったらマジアチに咲かせられたんで、もったいないですね。ちょっと待って、ちょっとスケ怖い、スケ怖い、スケ怖いよ、スケ怖いよ、スケ怖いよ、でここをマジアチャー、まあ、相手が甘えてきたら狙うんすけど、あっちだって、これは意味ない、これはマジ意味ない、これマスケでやられるだけだから、こうしてこうかな、やなめなんでコウモリに対しての速攻性がないんですよね、まあ、それがいいかな唯一で、ちょっとここは無理にリガ飛ばします。相手が攻めてきた後なんで、オッケー、コウモリ1体残るね。おいしいおいしいおいしい。で、ここ穴飴使ったんで、相手穴飴以外呪文ないんで、ここに、ああ、ここやる必要ないな。ペッペッペラペラペッペッタラダラダ。で、穴飴だけなんで、後ろからひたすらマジアチャを出していくゲーミングになるんですけど、
こ一旦やなめきますね。特に意味はない。よいしょよいしょ、ぶつってあげて、まあこんな感じかな。ちょっとまあ荒れちゃったんですけど、ここ交わっちゃ美味しいですね。バルキリー来るけど結構刺さる。 OK OK OK。 ここバルキリー出して後ろ行くなよ、危ねー。でここですね、ボムターつ切った後なんでこれが刺さるかなと。よいしょ、うん、いいね。あ、相手の防衛がいいねって感じです。で、ここマスケ来るかな、来たね。なんで、ここは、おぉ。やなめで消しといて。で、バルーン来たらボムタワー立てて、まあちょっとタイミング見てコウモリかな。先にマジアチャ出しといて、で、こっちに、こっち側に被らないように。コウモリ出してあげることでバルーンを防いでいこうと思ったんですけど、入ったらあれ、ちょっと待って、入ったらやばくね、入ったらやばくね、あぶねー、危な、ちょっと待って、今のあぶねーもキモかったな。てな感じでね、まあオールブレーカーデッキ、うん、なんか美味しいな、トロフィーがトロ上がったなんなら。てな感じで今回はオールブレーカーデッキでした。高回転得意な方、好きな方使ってみてくださいってことで、パインアメ。